ね。俺呪道よ。アークエンジェルを落としさえすれば。電気発進、敵モビルスーツを撃て。頼りにしてますよ。さあ行きましょう。コーディネーターもナチュラルも関係ない。それがニュータイプの力なんですね。あんた、肌にまとわりつくこの不快感は。なんで出てきた。死ぬぞ。下がれ。どうも考え方が合わないじゃん。敵に回るのも仕方がないな。あんた、俺の敵だよ。私には戦わねばならぬ大義がある。お前こそ正義など見えないのになぜ戦う。お前は相手になるよ。よくやったわ。いい調子ね。ナチュラルに関係ない。それがニュータイプの力なんですね。大丈夫、それがいるから安心しなって。かっこよくいかないもんだな。次はドイツだ。こいつ無茶しないでくださいね。よし、このフィールドは終わり。もう下がれ、君たちの負けだ。遠く立って、僕は行きますよ。お嬢さん、まだやろうってんなら相手になるよ。あのね、俺呪道よ。お嬢さんのところに行くんだ。こんなところで止まるわけには。私用人に助けられちゃった。ああ、
よかった。無茶しないでくださいね。お前は大丈夫、俺がいるから安心しなきゃ。なしだからね。なんで出てきた。死ぬぞ。下がれ。私を落とすつもりか。ダメです。行くぞ。シャングリラ魂だ。おいよ、シャングリラ魂だ。こっちが不利なの？あっちの方がすごいんじゃない？こっちの番だ。そちらの思惑は知らない。本国がそうと定めたのは敵だ。申し訳ありません、マスター。へへ、次はドイツだ。よし、ご苦労、行こう。俺が終わらせる。今度こそ全てを。悪いけど、いい加減なしだからね。縁があったらまた会おうよね、平和な時にさ。コーディネーターもナチュラルに関係ない。それがニュータイプの力なんですね。こいつ、こいつ、このまま一気に行くわよ。まあ任せとけって。シャングリラではよくやったもんさ。てとやってやるぜ。足つき、今日は逃がさん。カプルに乗るわ、私も戦うの。ま、軽くお付き合いさせてもらいますかね。あんた、これの敵だよ。こら、ベイド。実戦に出るか。カッコつけんなよ、ガキが。まだやろうってんなら相手になるよ。よくやったわ、いい調子ね。そう簡単にやられてたまるかよ。パワーなんでしょう。シャングリラにいた頃の度胸が出てきたみたいね、ジュド。戦場では油断禁物だぜ。俺の方ばっかり見て、前を向きな。
こっち。ちょっと期待してたんだ、あんたが来てくれるんじゃないかってね。なんで出てきた。死ぬぞ、下がれ。落とせる時に落とす。あなたの相手は私です。悪いけど、手加減なしだからね。あんた、俺の敵だよ。その戦う姿、私の心に刻み込むことにしよう。まだ宿ってんなら、相手になるよ。大佐、大佐、どこにおられるのです。ガンダムが来ます。空域からの離脱を。ダメだ。ここ悪いけど、手加減なしだからね。ここ縁があったらまた会おうよね、平和な時にさ。ここどうしたの。打ち所が悪かったの。あのね、これ呪道よ。いつもごめんなさい、あなたに頼りすぎよね。こっちがすごい感動の嵐。ダブルゼータってなんてパワーなんでしょう。今度はこっちの番だ。悪いけど次はノイズだ。かっこつけんなよガキが。大佐の信号がこんなに複数。大佐がいっぱい。何のつもりだ貴様。シャングリラ魂だ。大佐は私一人。私に任せて。自動手を出すな。気に入っている。飾った銃でたとえ敵の胸板を撃ち抜いたとしても私に感動を与えない。まだやろうってんなら俺相手になるよ。シャングリラにいた頃の度胸が出てきたみたいね。ジュド、縁があったらまた会おうよね。平和な時にさ。頑張ってるわね。その力期待させてもらっちゃうわ。あのね、これ呪道よ。私はここで控えているだけで良さそうだな。よし、このフィールドは終わり。負ける要素はなくなったわ。あとは爪だけよ。おっと、これは楽勝モードってやつか。いやーすごい感動の嵐。ダブルゼータってなんてパワーなんでしょう。こっつ今度はこっちの番だ。こっつ まずいやつと当たってしまったわ。援軍を要請して。すまなかったな、アンジェロ。この一帯はミノウスキー粒子が濃いのだ。心配をかけた。行こうか。まだやろうってんなら相手になるよ。どの面下げて俺の前にいる。
それなら気が楽だ。これは間違いなく身勝手な人の独善に対してみんなの意志を背負って戦っている。これはチュール隊の隊長、やらせない。そっちがその気ならこっちだって。悪いけど、手加減なしだからね。任せとけって。シャングリラではよくやったもんさ。私の勝ちだな。今何の恐怖も感じない。あのね、俺柔道よ。大好きよ柔道。なんで出てきた。怖いんだよ。死ぬぞ、下がれ。私の勝ち戦に花を添えるだけだ。いつもごめんなさい。あなたに頼りすぎるね。手伝ってくれ。柔道、一緒に遊ぼう。縁があったらまた会おうよね、平和な時にさ。君のその戦いこそ兵士の真の姿だ。何もだ、私は我が隊に似合う猛者はいないものか。あれはどうだ。おい、そこの貴様、奴と戦ってこい。抜かった。まだやろうってんなら相手になるよ。よくやったわ、いい調子ね。トリフルが取っている。こいつ悪いけど手加減なしだからね。こいつこいつ、よし、このフィールドは終わり。こいつこいつ、手伝ってくれ。柔道、一緒に遊ぼう。あのね、俺柔道よ。大好きよ柔道。期待外れだな。すげえ、あやつだ。Thank you.
ドイツだ。負ける要素はなくなったわ。あとは爪だけよ。やってやろうじゃないの。手伝ってくれ。柔道、一緒に遊ぼう。そこ。なんだと？お前は。こいつ。そこ。縁があったらまた会おうよね。平和な時にさ。頑張ってるわね。その力、期待させてもらっちゃうわ。お前は、まったく、どいつもこいつもつまらん。こうなったら貴様で試させてもらう。こいつ、この戦いは私の勝ちだな。今何の恐怖も感じない。あんた、俺の敵だよ。ふざけんな、可愛くないやつ。まだやろうってんなら相手になるよ。こっつ、こっつ、いいじゃないか。兄弟、私を倒すとは。よし、銀河ナム隊への入隊を許可する。あとは俺に任せな。ジョニー・ライデン、行くぜ。俺の相手をしたいのかい。高くつくぜ。そっちがその気ならこっちだって。システム勝利する覚悟か。今は君の方が勇敢な兵士だが、味方がやられたのか。こりゃ本気を出さないとな。手伝ってくれ。柔道、一緒に遊ぼう。ここ任せとけって。シャングリラではよくやったもんさ。いた。あいつ、今日こそニコル・ブリッツ出ます。なんで出てきた。死ぬぞ、下がれ。くそ、こいつ。ここ、止めた。
縁があったらまた会おうよね。平和な時にさ。よくやったわ。いい調子ね。そんな、こんなことって。で、ところだ。ここ。守るべき友があるからこそ、私は極限まで戦うことができるのだ。こいつ。あのね、俺柔道よ。それで終わりじゃないだろ。柔道の力は私が一番よく知ってる。次はドイツだ。いつもごめんなさい。あなたに頼りすぎよね。見せてもらおうか、そのモビルスーツの性能とやら。限界です。下がります。まだやろうってんなら相手になるよ。君のその戦いこそ兵士の真の姿だ。甘いのだ。私は心配をかけてすまない。私なりに何とかするつもりだったわ。なんで出てきた。死ぬぞ。下がれ。今死なない。テラ守る。すごいんだよ。よし、このフィールドは終わり。まだ運気は我々に味方してくれている。こいつ、こいつ、縁があったらまた会おうよね。平和な時にさ。ロイヤ、怖い。ダメ。次はドイツだ。それで終わりじゃないだろ。柔道の力は私が一番よく知ってる。そんな食わせ者だったようだな。悪いけど手加減なしだからね。援護には及ばず、私が倒す相手だ。手伝ってくれ。私はブルツーだ。ここ。あのね、俺柔道よ。強力な忍耐力は周囲の人間にも影響を与える。そういうことか。今は我々が戦局を支配する側、そういうわけか。限界か。すまん、この屈辱に付き合ってくれ。今度は僕の番だ。君の行動に大勢の人間の命がかかっている。頼んだぞ。大佐の戦場を汚すな。いい、アンジェル、やめないか。貴様、大佐の美しい戦場になんてこと。アンジェ、そのパイロット私を援護してくれたんだ。大佐に他人の力などいらない。お一人で良いのだ。これが俺の役割か。次はドイツだ。今の私は兵士として最も充実している。最強の戦友と共に戦えるからな。ここ、毎月モビルスーツカタログ読んでんだ。これくらい。君こそ真のガンダム無双にふさわしい。こいつ、
アンジェル、私の声が聞こえなかったのか。申し訳ありません。ありがとう君、助かったよ。アンジェル、このパイロットを援護しよう。大佐からねぎらいの言葉をいただいて、こいつ。俺にはやれることがあるはずだ。悪いけど手加減なしだからね。戦争を止めるためには戦う他に道は残されていない。そっちがその気ならこっちだって。あのね、俺呪道よ。こいつ、こいつ手伝ってくれ。私はブルツーだ。ここ。まあ任せとけって。シャングリラではよくやったもんさ。できそうだぜ。もういいだよ。今の私には奴は倒せ。俺連携するのか。よし、よくやったわ。いい調子ね。何も分かってないのよあなたは。戦場を駆ける君の
姿が素敵だ。あんたは俺の敵だよ。何よ、私に逃げろって言うの？次はどいつだ。ちゃんと学校も行かなきゃダメよ、お兄ちゃん。派手にやってくれちゃって、あんまり目立つと狙われるのよ。悪いけど手加減なしだからね。あのね、俺樹道よ。その調子だぜ。こりゃ死神様も負けてらんねえな。どの面下げて俺の前にいる。行くぞ、シャングリラ魂だ。またいい加減なことして。モビルスーツカタログ読んでんだ。これくらい。なんで出てきた。死ぬぞ、下がれ。何寝言を言っている。どうしたの、打ち所が悪かったの。まだやろうってんなら相手になるよ。よくやったわ、いい調子ね。バカな、あいつがこんなところで。お前は、へへ、次はドイツだ。飾った銃でたとえ敵の胸板を撃ち抜いたとしても、私に感動を与えない。悪いけど手加減なしだからね。これ連携するのか。よーし、あのね、俺樹道よ。お疲れさん、大した活躍だったぜ。派手にやってくれちゃって。行くぞ、あんまり目立つと狙われるの。またいい加減なことして。平和な時にさ、ちゃんと学校も行かなきゃダメよ、お兄ちゃん。ごめんよ、世話になっちまって。情けなくて頭にくるぜ。これも運命ということか。メインポリス、まだやろうってんなら相手になるよ。ごめん、やられた。次はドイツだ。よし、このフィールドは終わり。いいね、いいね、パーッと終わらせちまおうぜ。あのね、これ樹道よ。その調子だぜ。こりゃ死神様も負けてらんねえな。氷河の乱、この私、グラハム・エイカーは君との果たし合いを所望する。悪いけど手加減なしだからね。まだんだぞ。こいつ、縁があったらまた会おうよね。悪いけど平和な手加減なしだからね。よくやったわ、いい調子ね。またいい加減なことして。死ぬことと見つけ、まあ任せとけって。シャングリラではよくやったもんさ。
を捕らえた。落とすぞ。俺だって好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ。お前はこの隊のエースだ。どっしり構えていてくれればそれでいい。まだやろうってんなら相手になるよ。じゃないか。こんなに大きくなって。お父様、ご検証でね。怖いんだよ。オードリーのお父さん、はじめまして。ああ誰だ貴様は。ミネバに何をしておるか。怖いんだよ。ちょっと、オードリーが乗ってるんですよ。何するんですか。お前は一回滑った。へへ、次はドイツだ。授業で習った人物が一緒に戦っているんだよな。すごいんだよ。クソ、ダメだ、離脱する。縁があったら、また会おうよね。平和な時にさ。あんた、俺の敵だよ。なるほど、お前と私は互いに引き合うものがあるよ。私としたことも深く劣った。あのね、俺柔道よ。無理だ。あんまり調子に乗らないでよ。柔道、味方がやられている。手に負えない奴がいるというのか。まだやろうってんなら相手になるよ。君のその戦いこそ兵士の真の姿だ。甘いのだ私は。申し訳ありません、マスター。へへ、次はドイツだ。なんで出てきた。死ぬぞ、下がれ。甘い気な、蹴散らしてやるわ。協力します。行きましょう。お父様、自分が援護します。なんだ貴様は。俺はお前にお父様などと呼ばれる筋合いは。バナージー、私には許されん。今引け。あのね、俺柔道よ。授業で習った人物と一緒に戦っているんだよ。こいつもニュータイプか。まだやろうってんなら相手になるよ。限界か。心配をかけてすまない。私なりに何とかするつもりだったが。なんで出てきた。死ぬぞ、下がれ。礼を言うぞ。俺を一パイロットとして扱ってくれて。しまった。毎月モビルスーツカタログ読んでんだ。これくらい。これが宇宙世紀の英雄。もう取り返しのつかないことなんだよ。縁があったらまた会おうよね。
平和な時にさ。ロズド、ミネド。お父様、話を聞いてください。お前はよし、このフィールドは終わり。この戦いは私の勝ちだな。今何の恐怖も感じない。柔道よ。よくやったわ。いい調子ね。有効相打つ。面白くなってきたぞ。どうしたらいいんだろう。こっち。ここ。次はどいつだ。相手になるよ。今の私は兵士として最も充実している。最強の戦友と共に戦えるからな。あんた俺の敵だよ。これは少子、そのようなことではこの私は当選ぞ。私がお前を感じるように、お前も私を感じるのか。縁があったらまた会おうよね。平和な時にさ。終わるように私にも手伝えることがあるはず。存分に殺し合うがいい。それが望みなら。あのね、俺柔道よ。命をかなぐり捨ててでも戦う気持ちがある。見習うべき点はあるな。こいつ、限界か。心配をかけてすまない。私なりに何とかするつもりだったが。どいつだ。あんまり調子に乗らないでよ、ジュド。そうだ、君は正しい。頭を潰した方が戦いは早く終わる。悪いけど、手加減なしだからね。まだやろうってんなら相手になるよ。
任せとけって。シャングリラではよくやったもんさ。